I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. はい、こんにちは、まさきです。今回はアイコスバッグの DIY をしてみたので、こんな感じで作りましたを見ていただきたいのですが、ああじゃあ見てもしょうがない、卵とか吸わないしとはならずに、このアイデア DIY できれば見てほしいです。こんな風に作ればこんなのもできるんだねーと、日々のひらめきのきっかけにとお役に立つかもしれないので、最後まで見てもらえると助かります。アイデアがどうとか言ってるけど、道具あるからできるんでしょうとはならずに、こんなのも作れるならこの道具買ってみようかなという DIY を始めるきっかけになればなと思って作ってみたので、よろしくお願いします。実は自分でも作ってみて、こんなの見たい人いないでしょうって思って、動画を作るのをやめていたネタだったのですが、せっかく作ったんだからやっぱりこれも動画にしようと思い、今に至ってるんですよ。今回のアイコスバッグ、アイコスというのは電子タバコで、機械にタバコをくっつけて吸うものなんですが、この機械とタバコと持ち歩いていると、さあ吸おうという時にタバコの箱からタバコを1本取って、アイコス本体から吸うためのスティックを出して、そのスティックにタバコを刺してやっと吸える。テーブルとかあるところならいいんですが、喫煙所などで立ったまんまだと結構めんどくさくてストレスなわけですよ。そのストレスを DIY で解決する、今回の DIY は解決思考系 DIY なんです。めっちゃ無理やり話してるんですが、自分で作るからこそ自分の思い通りにする、それが DIY のいいところですよね。ということで、子どもの時皆さん一度は使えませんでしたか？おもちゃみたいなあの筆箱、鉛筆削りが飛び出してきたり消しゴムが飛び出してきたり、おもちゃみたいなあの筆箱、あんな風に使いたいなと思い、おもちゃみたいなあの筆箱、あんな風に使いたいなぁと思い、アイコスがバーンと飛び出てきて、タバコがバーンと飛び出てきて、ストレスなしでタバコを吸えて、ついでにスマホが入ったり財布が入ったりとか、そんな風にいろんなものも入れられるやつ、そんなの欲しいなぁということで作った結果、この動画ボツ。それじゃもったいないから短くまとめてみたので見てくださいということで完成です。昔のラジオみたいな木のカバン。ということで、できたのがこちらです。このアイコス吸い終わったら、これをポンポコンと入れて閉めるだけ。使う時もこんな感じで、こんな感じで入ってるんですけど、このアイコスってここパカッて開けてこれで吸えるんですけど、このパカッと開けるのを生かして、このついてるこのパネルが綺麗なんで、ここを出して開けたかったんですよ。今これをこういう風に入れて、ここから出せる。こんな感じですね。で、ここにちっちゃい引き出しみたいなのをつけて、こういう風になると、ここにタバコが入ってる。まんま言ってたように、だから小学生の時に使ってた筆箱みたいな感覚で作ってみました。で、これついでにここに
のスマホ、これ今撮ってるのが使ってるスマホでそのサイズに合わせてるんですけど、これがこういう風に、ちょっと今これだとちっちゃいんですけど、ここにちゃんとぴったりはまってこのまま使うこともできたり、でタバコも入れておいて、でここに100均のゴムバンド、これをちょっと横に木を止めてつけてみたんですけど、こういう風にこのまま財布とかを出し入れできるなとか、でこれをこんなのも、こんな入れとけるなーで、でそのまま閉めて、なんか見た目昔の古いラジカセみたいな感じなんですけど、まあ、こんな感じで作ることができました。まあ、なんか DIY をするきっかけになったりしてくれたらいいなと思って、一応こんなのも作ってみましたということで、今回もご視聴いただきありがとうございます。このアイデアがいいなって思ってくれた方はグッドボタンなんかもよろしくお願いします。でこんな感じでいろんなのを作ってるんで、また新しい配信を受け取って、あ、次こんなの出したんだみたいなのを見てくれると嬉しいので、チャンネル登録もよろしくお願いしますということです。それではまた次回。